ルー司会の徳谷柿次郎です。こんにちは。ここは墨田区の、両国の近くですね。喫茶ランドリーっていう結構前から話題になっている場所に連れてこられました。どんな人にも自由なくつろぎを与えるっていうランドリー、ちょっと行ってみようと思います。今回のルーは東京墨田区のこちら喫茶ランドリーからお送りします。ここは喫茶店でありながら、その名の通り店内にあるのは洗濯機。もちろんコーヒーを飲んでくつろぐ人もいれば、洗濯やアイロンがけに来る人、仕事をする人、さらにはイベントを開く人まで、さまざまな目的を持ったお客さんがそれぞれ思い思いの時間を過ごすことができます。お客さんが自分なりに使える新たな公共スペースの形として、多くのメディアにも取り上げられている喫茶ランドリー。運営するのはグランドレベルの田中元子さんです。1階作りはまちづくりをモットーに、他にもさまざまなプロジェクトを手掛ける田中さん。ここ特徴的ですよね、下がって、新しい空間を生み出し続ける田中さんとは一体どんな人なんでしょうか。では早速、ドゥ今日のゲストを紹介します。株式会社グランドレベル社長の田中元子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ようやく来れました、ここ。ありがとうございます。なんか2月3月ぐらいにすごいウェブで話題になっているのを見て、はい、まあその、まあ、コンセプト含めてすごい気になっていたので。ありがとうございます、はい。ここを、はい、そもそも作ったいきさつっていうのは、もともとグランドレベルという会社で、建物とか土地利用のコンサルタントとか、はい、まあ、企画プロデュースみたいなことをやっているというか、やりたくて会社を作って、はい、会社を作るか作らないかぐらいのタイミングで、グランドレベルって会社をやるんだったら、このビルの1階の使い方を提案してって言われたんです、はい、あ、なるほど。それで、まあ、ランドリーカフェがよろしいのではないかと提案して、うんうん、提案だけで辞めるつもりだったんですけど、はい、事業者探すのにも慣れてなくて、うんうん、で提案はすごく気に入ってたので、はい、じゃあ自分でやろうかなと思ってランドリーカフェって言って、うん、他人にやってもらったからって、うんうん、自分が納得いく姿にはならないと思ったんですね。あ、なるほど。ランドリーカフェってよく最近になって聞く言葉なんですけど、うんうん、まあ、ほとんどがコインランドリーがメインで、ちょっとコーヒースタンドがあったりする。そういう定義なんですか、一応ランドリーカフェっていうのは。まあ、なんかね、定義はね、されてないんです。あ、そうなんですね。なんですけど、ほとんどのランドリーカフェの比率ってそうなんですね。洗濯機がメイン で、 ははで、ちょっとフリースペースとか、うん、カフェスペースがあるんですけど、うん、その理由は、まあ、コインランドリー業者同士がこう、うんうん、自分のところの方がかっこいいよとか、うんうん、差別化するために生まれた業態なんで、うんうん、で私は全然コインランドリー業者じゃなく、うん、ましてや飲食店の経験もなく、あ、ゼロで、全然ゼロで、それで、まあ、多くの多様な人がいろんな用事でここに来てほしいと思ったので、うん、そのいろんな用事の一つを作ったのが、まあ、洗濯機であって、はい、まあ、洗濯機の他にミシンとかアイロンもあって、うん、それで町の家事室って呼んでるんですけど、町の家事室、はい、まあ、そういうものがあるっていうことはカフェだけでなく、うん、他の用事でも来る人に出会えるんじゃないかなと思って。あ、割と自分目的意識を持った人たちが好きなことをやってるみたいな。いやいや、もういろいろです。和気あいあいとする人もいれば、はい、何か物作りに来るとか、うん、選択肢に来るような人もいれば、読書したり仕事したりする人もいれば、一人ぼさっとしてる人もいれば、うん、まちまちですね。あ、割とこう喫茶店的なこう、うんうん、過ごし方がメインでっていう、オープンして今半年ちょっとですか、うん、なんかその初期のこうお客さんの反応と、うん、半年経って反応って変わってきましたか。変わらないです。あ、もうみんな同じような。全然変わらなくて、うん、来て戸惑う人もやっぱいて、うん、すぐ帰ります。あ、戸惑う人は、はい、
あとなんかコミュニティカフェだと思われることもあって、はははでも、コミュニティカフェじゃ実際ないし、うん、あの話しかけて欲しそうにしてるんですけどあなんかポタボ欲しがってる状態がありますよね、うん、そういう欲しがるやつにはやらないあすごいですね、うん、ちょっとこう、うん外から見てるなんか喫茶ランドリーの姿が割とこうまあローカルの新たなコミュニティの形っていうまあ言い方をちょっとこう言うとなんかこうほっこりというか全然違いますね田中さんの全然ほっこりしてないです、ね、言葉超強いそうですねいやそれにあれですあのコミュニティとかコミュニケーションって単に交流を深めることだけではないと思うしなんか喫茶店にいて一人でほっといてほしい時あるじゃないですか、はい、ありますねでそういう人にはそれを察してほっといてあげるのもコミュニケーションだと思うんで、うん、あ なんか来た人にあよく来たね元気みたいな、慣れ慣れしくっていうかそんな闇雲に距離詰めるようなことはうちはしないですあなるほど、うん、すごいなんかちょっとこう本屋っぽい距離感というかこうそうなんか聞かれたらもちろん答えたりするけれどもそうでそれこそ昔の喫茶店のマスターとお客さんみたいな感じ、うん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 、で田中さんの、まあ、ルーツ的なところで言いますと、はい、なぜこう建築業界を目指して今こういう会社を起こして全然面白い話じゃないんですけど全然大丈夫ですあの私はあの18で高校出て、はい、家出しちゃうんですよえ実家と折り合いが悪くって、はい、であの家を飛び出して、うん、東京に転がり込んで、はい、でパチンコ屋とか雀荘とかああいういいですね、はい、そういうところを転々として、うん、その日の分はその日稼ぐみたいな暮らしを送ってたんですけど、うん、そんな中で、楽しみの一つが、うん、バイトの帰りに本屋さんで立ち読みすることだったんですねほうほうほうそれでこう元々デザインとか美しいものとかかっこいいもの見るの好き でそういった本を見ておかっけーってーでもそういうグラフィックの本大体高いじゃないですか高いですね3000、4000とかなんかしますよねそれで買えないけども立ち読みはすると、うん、を繰り返してたある日そういう雑貨とか、はい、そういうデザイン関係の近くに建築の本ってまあありがちなんですようんで全然建物の本とか建築の本だっていうことを意識せずにポンと撮っちゃった建築家の写真集にガーンと、うん食らったんですねはい、その日から建築が好きになっちゃってははそれでなんですけどで建築好きになって、うん、今表参道ヒルズが建ってるところに、はい、かつてすっごく古めかしいアパートが建てたんですよ、うん、でそのアパートの虜になって、うんうん、で、まあ、そのアパートを通じてあのいろいろこう建築の社会的なこう役割とか、うん、あのいろんなことを考えるようになってで、まあ、雑誌で書く仕事をいただけたりして、うん、で10年ぐらい建築の取材とか建築家をインタビューしたり、まあ、執筆したり、まあ、そういうメディアを作る仕事をしてきたんですあ20代ですか30そうですね、うん、30になるかならないかぐらいから、うんうんまあ、40歳ちょっとまで、うんうん、あ、そうなんですね、うん、もう20代の頃ってあの完全な暗黒時代で暗黒時代です小児暮らしですもう本当に100円の自動販売機のジュースを買うために10分以上悩んでたりしましたねここで100円使ったら私今日終わるんじゃないかなみたいな、はいはいはい、あカッツカツのカッツカツですねあらでもなんか不幸だったかって言ったらそうじゃなくて、うん、そういう生活は当たり前だと思ってたんで、うんうん、楽しかったんですけど、うんうん、でもまあ建築好きになっちゃって、うん、少し人生がこう斜めになっちゃったんですけど、うん、はあすごい、ねまあ、僕も割とこう上京したのが26とかで、はいはい、例えばもうずっともう牛丼屋とか、うん、新聞配達の朝陽館とか5、6年やってて、うんまあ、それこそカッツカツの20代で、まあ、28ぐらいからようやくその編集の世界にギリギリ入れて、うんまあ、今があるんですけど、はい、なんかこう、まあ、大学生活でちょっとこう、うんまあ、失敗してとか、まあ、就活で挫折して、うんうんはい、で結構若者ってまあ心折れやすいじゃないですかどうしても折れやすいですよねなんかそういうなんかこう、うん、私はまあこうだったけどなんか意外と世の中こういうもんだしとか、うん、30代から全然巻き返せるぞみたいな
や本当そうなんですけど、うん、多分若い頃の私に言って聞かせても信じなかったと思うんですよね。誰この場所でこういうことやってるとか。でも、まあ、一つだけ信じてほしいのは、まあ、失敗しても、うん、うまくいかなくても、うん、私は今このダメな結果が出た瞬間が終わりではないって言い聞かせて生きてきたんですよ、うん、死ぬまで終わりじゃないんで、うんうん、だから仕事をやってて失敗はありますか、まあ、キーサランドリーでもね、うん、何か失敗したことありませんかって言われるんですけども、うん、ないですって答えてます、うん、うまくいくまでやるんでないですって言ってます、うん、なのでなるほど、負けたり失敗したりしたことを受け入れすぎないようにしてほしいです。あ、なるほどなるほど。これが全てなんだと、これが俺の全ての結果なんだって受け止めすぎると、うんうん、息する元気もなくなるんで、うんうん、そうじゃないと、生きてるまでは勝負は続くと、うん、めちゃくちゃ気合入ってますね。はい、もう私格闘技が好きで、あ、そうなんですね。はい、で極真空手の大山真須達の伝記とかがすごい好きで、あ、もうこれですね。はい、ジェストですね。格闘技大好きです。本当、それで、まあ、真須大山は弟子に、うん、先生はいつが一番まあ前世紀っていうか強かったんですかって聞かれた時に、まだだって、私は死ぬ直前が最強だって答えた逸話があって、でまあそれは極端ですけど、まあそう思って生きていかなきゃなと思ってます。なるほどなるほど。いや確かああいう格闘技とか僕プロレスとか、あとまあヒップホップとかが大好きなんですけど、やっぱああいう、こうカルチャーとかで生きてる人たちの言葉ってすごく強いじゃないですか。そうなんですよ、生き様というか。そう、やっぱりハイカルチャーじゃなくてストリートカルチャーなんで、本当に人間の身の丈にこう合った言葉を残してくれてると思います。なるほど。当時の感性にめちゃくちゃ刺さったわけですよね。初めて触れたものって親みたいに思っちゃうじゃないですか、うん、狂うほど夢中になれることってそんなにしょっちゅうないじゃないですか、うん、もうしゃぶり尽くしたらいいんじゃないですか。ドゥー